待ってろよ。アイアンマイク。逃げるぞ。奴らを追うぞ。スキッツはどこだ。誰か見てねえか。やったぞ。俺たちの勝ちだ。早く追うよ。逃がさないで。一人残らず殺すんだ。スキッツはどこに行った。みんな探してるが、どこにもいない。早く行くぞ。大丈夫だ、奴は絶対見つけてやる。リコ、よかった、来て。リッキー、どうした。アイアンマイクが撃たれた。ああ、マジか。ああ、もう死ぬやつやん、これ。死ぬやつやん。アイアンマイク。いや、何サボってるんだ。お前もハゲてたんか。ないかと思ってな。食い物がいる。なあ、見つけたか。お前の嫁さんを。見つけた。外にいる。連れて来たのか。ああ。あんたがいなかったら見つけることはできなかった。そらよかった。よかった。会ってみたい。お前が、あそこまでする女だからな。俺のエリザベスも。大丈夫だよ。マイク、マイク、これを飲んで。いや、いらない。まだ。ほら、無理しないで。ディコン、俺は間違ってた。いや、そんなことない。まだ大丈夫だ、マイク。怪我さえ治ればなんとか。俺は間違ってたんだ。間違ってた。お前はどんな手を使ってもこのキャンプを守る。リッキー。うん、ここにいるよ、マイク。マイク。マイク。そんなことは言いたくないが、アイアンマイクは死んだ。そのマイクは民兵が引き上げるときにスキッズを止めようとして、いつもの調子で奴を説得しようとした。それで、ああ、うるさい、いいから黙れ。これは追悼なんかじゃない。マイクはそんなの望まねえ。俺らにそんな時間はないんだ。なぜなら今日戦った連中はあれで終わりなんかじゃない。まだいる。奴らは軍隊だ。キャンプには大勢嫌がる。次に襲ってきたら今度こそ皆殺しにされる。だがそうはさせない。こっちから先に撃って出る。ほら、喋るな。静かにしなって。アイアンマイクはリーコンを信用したんだ。だからみんなは話を聞きな。いや、悪い、無理だ。俺はアイアンマイクじゃない。ただのドリフターだぞ。そうなら出てく。違う、出てかない。見ろ、いいか。ブーザに俺の部屋に来いって伝えろ。どんなことをしてでも生き延びろっていう、そのどんなことでもっていう幅がリーコンたちとスキッツォでは全然違うってことだよね。スキッツォは超えてはならない一線を普通に超えていく、そういうやつやな。こいつを見てみろ。あるシェルターで見つけた。こ
これって。ああ、トラックが必要だ。でかいダンプカーみたいなやつ。そこに書いてある肥料で満タンにする。硝酸アンモニウム。ああ、そいつをクレオソート400リットルと混ぜるんだ。肥料満タンのトラック爆弾ってことか。嘘でしょ。民兵は島を丸ごと要塞にしてる。洞窟の中には民間人、労働者、それに入隊を拒否された奴らがいる作業キャンプだってある。武器庫と守備隊はメインゲートのすぐそば。ここを叩けば大佐の民兵は終わったも同然だ。サラはどうする？サラは大佐がアークと呼ぶ洞窟にいる。でも奴らが仲間を殺さない保証はあるの？サラだって他の人も。それは保証できない。だが爆発で大混乱を起こすことができれば、その隙に俺が潜入してサラを連れ出す。でもうサラだけの話じゃないんだ。大佐は俺たち全員に宣戦布告した。しかも軍隊まで持ってるんだぞ。アイアンマイク。確かにな。この戦争の最初の犠牲者に過ぎないんだ。俺たちが早く撃って出ないとすぐにやられちまう。いい作戦だとは言ってない。そうだね、最悪だよ。ブーザーどうする？乗るに決まってんだろ。ですよね。そっか。でも私らだけじゃ無理。そうだな。他に来る奴がいたら一緒に南ゲートを叩け、うん、爆発が起きたら敵は全員メインゲートに集まるからな、うん、オッケー、準備しないとね。むちゃくちゃなやつ。まあ聞いての通りです。聞いての通りでございます。いやー、作戦としては、まあ、大佐のあの島やね、ウィザードと、あそこにトラックに爆弾積んで突っ込んで爆破して、で混乱の間にサラを助け出す。で言ってなかったけどスキッツを殺す。そういうことでね。オッケー、やってやるよ。やりゃいいんだろ。リッキーと話す。オッケー、じゃあリッキーと話そう。よう、どうだ。離れて。よう、ディーク。よう。なあ、これはなんだ。あ、聞いてみな。このトラック戦車みてえにでけえだろう。ああ、だったらマジで戦車にしちまえってな。おい、すげえな。ああ、これもう使えるのか。じゃ、やってみる。そういえばやっぱバイクばっかりか、トラックってないな。動くトラックってなかったよね。まあ道は確かに通れたからな。いける。あとは爆弾だ。肥料が手に入る場所なら知ってる。準備できたら連絡するな。分かった。とにかく爆弾をまず用意せなあかんってことやな。オッケー。久しぶりやないけ、あんた。ブレア、しばらく、ね、俺の好きなブレアや。元気にしてるか。でおそらくね、この先多分ね、おそらくやけど大軍相手にせなあかんので、ちょっと機関銃を持っていきますわ。アイアンビュードランチ。あ、北に戻ってきた。久しぶりやな。うわ、出た。ほら出てるよ、大軍スレイヤー。これが出てくんのよ。でこっからがもう本格的に大軍と戦っていくみたいな感じやね。まあ、これもおいおいやっていきますね。さあ、じゃあこれがあれやね、肥料やな。オッケー、行きましょう。久しぶりやな、こっち側帰ってきた。わあ、ロストレイク久しぶり。さあ、じゃあ行きましょうか。早速ね。で、作戦は？アイアンビュートランチに行けば肥料が見つかるんじゃないかと思ってる。アイアンビュートだと？ああ、あそこにはもうジェシーやリッパードンはいねえし、昔はゴルフ場だったんだろう。ならいろいろあるだろう。芝刈り機とか、それに肥料も。確かにな。俺は先に行って場所を確認してくる。終わったら連絡するから、トラックで来てくれ。よし、わかった。それじゃあな。普通に無視した。ああ、どうした、リッキー。ありがとう。私たちのために戻ってきてくれて。いや、戻るのが遅すぎた。うん、そんなことない。まだスキッツを止められる、でしょ。ああ、必ず止める。
その残念だったね。サラのこと、大事な人を2回も失うなんて本当に辛いと思う。まだ失っちゃいない。助けるために爆弾作ってんだ。まあとにかくロストレイクはあんたに感謝してるよ。なあリッキー、ああ分かってると思うが、こうなったのは。リロードする。なあリッキー、ああ見えた、今見えたわ。くそ、何が隠れろじゃホッケ。おい、来い来い、いいよ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 、はい、ゆっくりゆっくりゆっくりね、ゆっくりね。あれなんかバイクの音がするぞ。おお、お前はそのまま行くんかい。お前はそのまま行くの。あいつはそのまま行くのね。こっちはそうそうかな。痛い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 、もうやるなお前。外した、避けた避けた。とっとと行きたいのに全くめんどくさいね。この身を焼き払おう。デイク、いるか。好きだ。よく俺に連絡できたな。おお、やっぱいたか。いいか、俺は止めようとした。ほんとさ、信じてくれよ。俺だってマイクを殺したくなってなかった。はい、大佐がすぐに来いと言ってます。分かった、すぐ行くと伝えろ。大佐、随分と順調な昇進だな。別に俺は階級なんてどうだっていい。で、話を聞け。なれなれしく呼ぶんじゃねえよ。分かった、とにかく聞け。クーリがお前を逃がした時、大佐がブチ切れた。あの女、ウィテカ少尉もグルだと思ったらしくて殺そうとしたんだ。おい。ああ聞いてる。だが俺は言った。あの女がせっせと作ってる毒薬はフリーカー以外にも使えるかもしれないってな。例えば敵のキャンプ水源に投げ込んでやるとかよ。そうすることでもっと手っ取り早く問題を解決できるかもってな。そんで大佐はその案を気に入って俺にアークを任せた。つまりあの女は俺の部下になったんだよ。わかるか。一体何が言いたい、スキッド。警告したかっただけさ。俺には止められねえ。大佐は全軍引き連れてお前らをぶっ潰しに行くつもりだ。はあ、そうか。俺たちは逃げねえ。あいつが狂ってんなら迎え撃つだけだ。ディーコ見つけた。タイ、大佐が待ってます。すぐに行くって言ってんだろ。ディーコ、俺は行く。だが見てか、少尉にはよろしく伝えといてやる。じゃまた後でな。スキッズの野郎。まあいろいろありましたけどね。まあスキッズとのやりとりはこんな感じですということですね。はい、あの子はどういう風に殺そうかな、どういう風に殺したらみんな好きするかな。まあ毒薬サラは多分作らんやろ。うん、まあ作らされることになったんやろうけど。大群一掃する。あ、来たね、やっぱり大群ですね。はい、大群やっていきます。まったくスキッゾとかいうやつはよ。あー、くそ、ありゃフリーカーの大群じゃねえか。リッキーが来る前になんとかしねえとえらいことになるぞ。ブーザー、リッキーに伝えてくれ。ちょっと時間がかかるかもしれないって。途中にフリーカーの餌場があるんでな。そうか、リッキーと助けに行ってもいいが、どうする。あ、いやいや、俺一人で大丈夫だ。心配するな。俺は一人の方がやりやすい。そうか、分かった。それにリッキーから聞いたが、お前警備主任になったんだろ。キャンプの奴らに偉そうに命令したりして忙しいんじゃねえのか。俺も出世したもんだろ。だが、まあマイクも死んじまったし、すぐクビになるかもな。そしたら草むしりに戻るぞ。そいつはどうかな。まあ俺はそれでもいいがな。準備できたら言え。リッキーが早く始めたがってる。じゃあな。言いたいことがいろいろあるけれども、まずとりあえずね、なんか無線で結構調子狂うのよね。言おうとしたこと忘れてまるな。じゃあ大群まずしましょうか。
この火炎瓶をぶち込んでやるぜ。おい、ほい、次はパイプ爆弾だ。全員死ね。全員すごい量女。ちょっと待ってすごい量。ちょっと待ってくれ、すごい量おったな。思ったよりおったなこれ。じゃあこれでいっぱい爆弾あるかな。おっ、よし、まずこれでやばい。次これやな。よしよしよし、あ、いいよいいよ、いい感じですよ。次これやな。オッケーオッケー、これやな。オッケー、これ使うぞ。来いよ来いよお前ら。よし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 、結構減ったぞ、結構減った。するめ、うまいうまいぞ、キンタンうまいぞ、いい感じ。ちょっと待ってこれ終わったらしくまったくまったくこいつらは。いや、あとはもうこれでいくか。あんま使いたくないよね、爆弾もったいないからね。ちょっとずつ減らすぞ。いやー、ちょやめて、囲まないで囲むのだけやめてくれ、囲むのだけ。やっぱ爆弾いるなこれ。あ、よいしょ。あー、待って、あー、待って何やねんお前ら。ああ、やだやめて待って、回復ないねんけど。ああ、やばい、これはまずい、これはまずい。使う、投げさせてくれ、せめて投げさせてくれ。まったくよ、ほんまに調子乗りやがってこいつら。爆弾ないかな。どこや、あっちか、あっちか、どっちか。オッケーオッケー、まだあったな、あるある。よし、オッケーオッケーオッケー、これやな、これ使おう。それも使うぞ。あー、使えない、ダメだ、数が多いぞ。ちょっと待ってな、みんなちょっと待ってな。オッケー、はい、こっちおいで、いい子で、オッケー、いい子です。あ、待って、さあ次のチャンスはこれやな。ああ、ええのあれやないか、あれやな。オッケー、あ、いいよ、いい距離感ですよ。オッケー、だいぶ減ったな。待って、ああ、終わった。ああ、投げよ。毎回投げよ、これ。やめてくれ、これ。長すぎるわ。片付いたぞ、レッキーに。トラックを運ばせろ。わかった。おい、ディグ。後で見せてもがある。疲れた。ああ、それより、楽しみにしてるぜ。じゃあね。もうディーコンのこの声の感じがもう俺のそれやわ、本当に。着いたー。お、来た来た、もう乗ってきたんかよ。いや、頼みが。おい、それなんだ。リッキーが作ったんだ。バイクは乗れねえが、これでトラックなら乗り回せる。いいな。じゃあ、あっちに止めてくれ。わかった。動いてる車見ることもなかなかないよな。それで十分だろう。よし、次は何だ。クレオソートだ。準備できたら連絡する。クレオソート400リットルなんてどこにあんだ。知らない方がいい。次あれやな、クレオソートっていう薬品がいいんだよな。それを取りに行かないといけない。大群マジ疲れねえな、あれな。リコ、話があるの。はいはい、どうした何でしょう。民兵が。何、奇襲か。うん、でもまた仕掛けてくるかもしれないってブーザーが。民兵どもめ。わかった、俺に任せろ。ほんと助かるよ、ブーザーに伝えとく。またね。もうディーコンが全部やりますから心配しないで。ディーコンが全部できない物語やったとしたら。時間あったらピースフルレイクに来てくれ。帰れ。コープランダー全く呼びではないな今な。久しぶりに声聞いたわ。